ださってありがとうございます。今日はですね、仏教というものがね、何のためにあるのか、私たちにね、どういうものをね、与えてくれるのかということについてね、お話したいと思います。私はですね、仏教というのはね、本当にこの人生をね、豊かに生きる、この人生を真の意味でね、生きがいのあるものにする、意味のあるものにする、そういうためにね、仏教はあると思うんですね。何より、どういう目的のためにあるかというとね、やっぱり、死ぬということですね。私たちが死ぬというこの大問題についてね、解決の道を示してくださっているということなんですね。私はね、小さい時ね、仏教の教えにね、合っておりませんでした。知りませんでしたのでね、なんとなくね、物心ついた時からですね、死ぬということが恐ろしかったですね。小さいながらも、いつかは死ぬんだなということをね、まあ、だんだんと感じていたんですね。まあ、一番大きな、経験、今思い出せばですね、どうしてあんなに怖がってたんだろうなと思いますとね、5歳ぐらいの時ですかね、私は川のほとりに住んでおりました。広島のね、太田川という川があるんですが、その支流に根の谷川というところがありまして、その川の横にね、こう土手がありまして、そこにね、小さいというかね、こういうね、お家に住んでたわけですね。だから土手、あと河原がね、遊び場だったんですね。そして私がまだね、5歳ぐらいの時ですね、土手でいつものように遊んでおりますとね、こうわーっとね、いつも子供遊んでおるんですね。そしたら私の1個上の友達がね、血相を変えてね、走ってこっち真っ赤に来るのが見えたんですね。で、どうしたんだなと思ったら、大変や大変や大変やとね、みーちゃんが大変やとね、そう言ってね、走ってきたんですね。で、それはなんかこう、子供ながらになんかゾクッとする感じがあったんですね。なんなんやろうと思いましたらね、たった2歳のね、女の子がですね、お兄ちゃんと河原に遊びに行ってね、溺れてしまったんですね。大して深い川ではなかったんです。でもですね、2歳ですね。そしてこう、川っていうのはね、ところどころこう深くなってる時があるんですね。穴ぼこなんとかがありましてね、どうもそこにね、はまって溺れてしまったようで、見つからなかったんですね。で、もう見つかったのはもう7、8時間経ってからですね、見つかりまして、たった2歳でね、小さな女の子が亡くなってしまう、そのことがね、頭にあったんだと思うんですね。今思うとですね、死ぬというのは恐ろしいなとね、思っておりました。そして死んだらどうなるんやろうか、死んだ後はどうなるんだろうかということがね、心の中にありました。それはね、考えたら恐ろしいことですね。何か答えがないんですね。大概のことをね、なんか聞いたらね、親に答えてもらえたり、本を読んだらね、出ていたりしますが、この死んだらどうなるのかということにはね、明確な答え、私ね、仏教にあっておりませんでしたしね、わからなかったですね。ただ死んだらおしまいというね、そういう考えもありますね。でもそれはそれでね、ものすごく恐ろしいですね。この人生というものが投げやりになってしまう。どうせ死んだらおしまいなんやからと考えたらどうでしょうか。それとか、私が死んだらね、いいんやからとかね、私さえ死んだらいいんやろうね、なんだか投げやりな生き方になっていく感じがいたしますね。でもね、仏教の教えっていうのは、
死んだ後にね、大きな幸せを与えてくれる教えなんです。今まで味わったこともないようなね、大きな大きな幸せがある。ね、浄土真宗ではお浄土に行くと言いますね。あと仏になると言います。もし死んだ先にね、今までも味わったこともないようなね、幸せが待っているとしたらどうでしょうか。この人生っていうものがね、もっとね、充実したものになると思うんですね。恐れをね、持たずに思い切って自分のやりたいことができると思うんです。そしてね、自分の身を捨ててね、人に尽くすということに対してもね、恐ろしさがありませんね。私には大きなお浄土が待っている、仏になるということが待っているとね、いうことが定まっている人生と定まっていない人生っていうのはね、大きな違いがね、あると思うんですね。そういう素晴らしいね、仏教ということを皆さんに知ってもらいたいなと思うんですね。まずですね、仏教のね、中で大きなね、一つの特徴っていうのはね、死んだらおしまいではありませんよ、ということなんですね。私たちは生まれて、また生まれ変わりがある。ね、生き死にを繰り返すとね、そういうふうに仏様は言われてるんです。死んだらおしまいではないんですね。そして、この生き死に、ね、生まれたり死んだり、生まれたり死んだりということ。それはどうなんやろうかと言いますとね、親鸞様はね、生死の苦海と言われてるんですね。生き死にはね、苦しい海と書いてあるんですね。生まれたり死んだりというのはね、もう本当にアップアップとね、私たち泳げていたり、また沈んだりというね、苦しい世界ですよとね、言われているんですね。お釈迦様も言われています。このね、私たちが生きているこの世の中はですね、どうしても苦しいことがあるんですね。楽しいこともあります。でもですね、まずはね、私たち生きていて、必ずね、年は取りますね。いくら元気で若い、体に気をつけていると言ってもね、年を取っていくという苦しみがあるんですね。それから、いやいや、年を取ることは自分は関係ないから、若いし、とね、言われていても、病気になるという苦しみがあります。ね、この病気というものは、もうね、年齢を選ばないですね。年を取るから病気になるんではありません。若い人でも、子供でも、赤ちゃんでもね、病気から逃げられないんですね。この逃げられない病気という苦しみ。そして、ついにはどんな人でもね、死ななくてはいけないという苦しみがあるんですね。こういうね、苦しみがあるのにね、この人生、ああ、楽しいな、と、生まれ変わり、楽しいな、とてもそういうふうに思えない。そうではありませんよ。ここからね、抜け出していく。仏になる、お浄土に生かしてもらうというね、道をね、はっきりとね、聞かしてもらってくださいよというのがね、このね、仏教の教えなんですね。このね、今私話してまいりましたこと、ね、普通世間でいう幸せね、お金持ちになるとか、ね、いいことがいっぱいあるとか、ね、絶対病気になりません。そういう話ではないですね。そうなるとなんかね、世間の人はつまらないと思う人もいるようです。でも、そうではないんですね。死んだ後、私が死んでどうなるんかという解決をすることこそね、本当にこの人生を豊かにする。
このね、今生きている今もね、例えようもない幸せ、そういうものをね、与えてくれる教えなのだということをね、皆さんにぜひ知ってもらいたいと思います。ね、本当かな？死んだ後ってまだあるのかな？とね、思う方はね、ぜひぜひね、さらに一生懸命ね、この教えを聞いてもらいたいなと思います。朝早くからお参りくださって、どうもありがとうございます。